どうもどうも、直太郎丸です。マーベルスナップ、遊んでいきましょう。今回使うカードはこちらの4枚。コストダウン四天王。この4枚は条件を達成すると、使用コストが減少します。コストが下がった四天王をバンバン出して勝利するのがコンセプトです。それじゃ四天王のイカれたメンバーを紹介するぜ。四天王の中では最弱、マイルズ・モラレス。前のターンにカードが移動していた場合、このカードのコストは1になる。サポートカードはシルクで、出しておけば意外と簡単に条件達成します。続いて、廃棄のスタチュア。このマッチ中に相手が手札からカードを廃棄した場合、コストが1になる。サポートカードはブラックボルト。相手の手札を廃棄してくれるので、条件が達成されます。続いて、覚醒したアボミネーション。アボミちゃんはもともと能力なしのカードなんですが、ハイエボリューショナリーと一緒に入れると、能力が解放されます。プレイされていて、パワーが減少している相手のカード1枚につき、コストをマイナス1する。サポートカードは、ハズマットとスコーピオン。うまく使えばアボミちゃんのコストを0にできます。そして最後は緑の弁護士シーハルク。前のターンに未使用であったエネルギー1つにつき、コストが1少なくなる。サポートカードはミスティーナイトとサンスポット。シーハルクのコストを下げるために、エネルギーを余らせなくてはいけないので、この2枚で余ったエネルギーを有効活用します。すべての条件を達成するとなると、かなり難しいのですが、全員出せれば合計パワーは29になります。盤面も賑やかになりそうですし、何よりロマンがありますよね。詳しいプレイングは試合をご覧ください。それじゃ早速行ってみよう。1試合目、よろしくお願いします。1ロケーション目はキルン。4ターンを過ぎると、カードがプレイできなくなります。とりあえずシルクを出しましょう。彼女は同じロケーションにカードがプレイされると、ランダムな他のロケーションに移動します。サンスポットが来ました。キルンを出しておきましょう。サンスポットは余ったエネルギーを自分のパワーに変換してくれます。マイルズが来ました。右にハズマット、左にマイルズを出します。シルクのお金でマイルズのコストは1になっています。キルンは封鎖されましたが、シルクが移動すれば、なんとかなりそうですね。アボミちゃんが来ました。ハズマットのお金で、コストが2、下がっています。それじゃスタチュアの条件を達成するために、ブラックボルトを出しましょう。シルク、左に行け。違う、もう一つ左。よし、キルンに滑り込みました。6ターン目。すべてのカードは、右のニューヨークへ移動できます。どうしようかな。一度カーンを出して様子を見ましょう。カーンの能力はターンの巻き戻し。相手の出し札を見た上でターンをやり直せます。ただ、相手もやり直せるので注意が必要です。左はなんとかなりそうですね。時間の巻き戻り。もう一度、最終ターン。相手は左は勝てないと判断して、右にコレクターを移動するんじゃないかな。こちらは真ん中に、アボミちゃんとスタチュアで、火力を集中させましょう。これでどうだ？読みが当たりましたね。四天王も3人出せましたし、なかなかいい滑り出しです。対戦、ありがとうございました。2戦目、よろしくお願いします。
あらら、ロケーション効果で手札がいらないカードで埋まってしまいました。ブレイドを使ってカードを廃棄しましょう。ブレイドは手札の一番右のカードを廃棄します。左にミスティーナイトを出しましょう。使用可能なエネルギーが1余っていますので、ブレイドがミスティーナイトの効果で強化されます。そうですね、アボミちゃんが来た時のためにハズマットで相手のパワーを下げておきましょう。やった、相手がカードを廃棄してくれました。これでスタチュアのコストは1になります。それじゃ、シルクとサンスポットを右に置きます。これでシルクが移動するので、マイルズの条件も達成です。シンハルクが来ました。シンハルクのコストを下げるために、このターンはスキップします。未使用エネルギーが5になるので、ミスティーナイトの効果が発動。さらにサンスポットのパワーが5増えます。カーンが引けました。左に置いて様子を見ましょう。左が8、真ん中が16。右は勝っているので、なんとかなりそうです。カーンを引いたターンに使用することで、別のカードを引き直す効果もあります。カーンが除外されたので、アボミちゃんが手札に来ました。四天王を3枚出せますね。そしたら、真ん中に3枚、ドドンと出しちゃいましょう。それいけ。うわ、しまった、シャンチーがいました。パワー9のアボミちゃんとシンハルクがお亡くなりに。あれれ、なぜか勝てましたね。合計パワーに気を取られていて、出ていたカードまで見ていませんでした。ちゃんと確認しないとダメですね。対戦ありがとうございました。3戦目、よろしくお願いします。1つ目のロケーションは、バーシニスター。左に、ミスティーナイトを置いてみたい。4枚に増えたミスティーナイトがどうなるのか気になります。ここは一旦我慢しましょう。スコーピオンか。では、左にミスティーナイトを置いてみます。お互いを強化し合っていますね。ターンごとに4パワー増えるのは強いかも。右にスコーピオンを出します。相手の手札パワーを下げて、アボミちゃんのコストを下げます。あれ、これ、相手、ギャラクタスじゃね。絶対そうだ。ってことは、相手はエレクトロでエネルギーを1増やしているので、5ターン目にギャラクタスが来ると想定しましょう。右にシルクを出しておきます。相手も出してくれれば、マイルズのコストが下がります。相手は出してきませんでしたね。ミスティーナイトがいい感じ。問題の5ターン目。出すとしたら真ん中に来るはず。こっちが先行なので、シーハルクでガードしましょう。よし。やっぱりだ。もうこれは勝ち確定ですね。相手はどうするかな。読みが冴えた一戦でしたね。そして、ミスティーナイトも何気にすごかった。彼女のおかげで先行も取れたしね。ありがとう、
ミスティナイト。4戦目、よろしくお願いします。1ターン目はスキップ。2つ目のロケーションは量子世界。置いたカードはパワーが2になってしまいます。四天王との相性は良くないですね。そうですね、右にハズマットでアボミちゃんのコストを下げましょう。ブルードありがたい。4体のパワーが下がるのでアボミちゃんのコストは1に。それなら3スポットを出そうかな。量子世界なら3スポットと相性はいいですね。アボミちゃんも出すべきか。いや、ここは我慢しましょう。3スポットは量子世界の効果でパワーが2に、さらに余ったエネルギーでパワーが5になります。それじゃブラックボルトを出してスタチュアのコストを下げましょう。シーハルクが欲しいな。カーンが来ました。それじゃカーンを使ってカードを引き直します。コスモに引っかかると巻き戻しが発生しないので注意が必要です。相手はシルバーサーファーのデッキですね。ターンが巻き戻ります。再び6ターン目、カーンは除外されてスコーピオンを巻きました。デッキの残りは2枚、2分の1でシーハルク。ここはスキップで。3スポット単体で真ん中は勝てそうですね。よし、シーハルクが来ました。四天王、全員集合です。マイルズはコストが4のままですか。シーハルクは0。アボミちゃんとスタチュアは1になっています。それじゃ、右はシーハルクとアボミちゃん。左はマイルズとスタチュアで行きましょう。それいけ。わあ、爽快ですね。いかがでしたか。コストダウン四天王、ネタデッキのつもりだったんですが、意外と勝率は良かったです。相手に予測されにくいのは利点かもしれませんね。よかったら参考にしてみてください。今後もマーベルスナットを頑張っていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。